東京都は20日、新型コロナの新規感染者数が2万401人と発表した。感染者数が2万人を超えたのは、感染者が2万1110人となった今年2月5日以来、約5ヶ月半ぶり。ネット上では、誰が感染してもおかしくないよね、もう驚かない、今後どうなっていくんだろ、マンボウ出たり、緊急事態宣言出たりしないよね、東京と大阪だけで4万ってすごいな、暑い中ですが感染対策は気を抜かずでいきたいですね、といったコメントが並んでいた。